妙見山は兵庫県大阪府にまたがる山、北摂山系に属する。山体が信仰の対象であり、山頂近くには日蓮州の関西地区における重要寺院である、野瀬妙見堂がある。野瀬妙見堂は正式名称を室山新如寺境外仏道野瀬妙見山と称し、野瀬町寺王にある新如寺の飛び地境外であるが、本寺の新如寺よりも、 はるかに多くの参経者を集めている。山頂には四等三角点が設置されている。三角点の所在地は、大阪府豊野郡豊野町で、記念碑の影の目立たない場所に標識が設置されている。東山は、西南日本の標高を600メートル付近でのブの、自生の南言とされ、これまでは大阪府側のみに分布すると考えられてきたが、兵庫県川西市で八本発見され、 さらに山頂付近の舟林が一部兵庫県側に入っていることが確認された。ちなみに大阪深信自生地は、妙剣山と泉葛城山のみであり、いずれも天然記念物に指定されている。山頂には行記の混流を伝えるイラク山大空寺があった。鎌倉時代に入ると、源の三中を外するの世史が領主となりその地に、妙剣菩薩を祀ったとされる。 その後、江戸時代初期に、当時の領主、野瀬よりつぐの帰依を受けた日防止の手によって新たな妙見菩薩像が掘られ、大空寺跡に混流した仏堂に祀ったのが、現在の野瀬妙見堂である。山頂の境内地に残る胸林は1万年以上、前から残る自然林である。そのことより、行記による大空寺混流以前から、 山頂付近には何らかの信仰があったことが伺える。北側中腹には、野せの本滝があり、江戸時代より滝に打たれるものが増えた。江戸時代中期に観光された説明書税には、野せの本滝ではなく妙見滝とあり、野せ妙見堂の参経者が打たれた滝であった。当時、滝の横には常不動があったとされる。1834年に編纂された、 野瀬統合氏においても三景者が行をする、妙見さん滝と記述されており、滝が境内地の一部として栄えていたことが伺える。しかし、妙見さんは旗本である野瀬市の治療地であったため、明治政府の廃藩地県や、藩赤法還の影響を少なからず受け、その後天台宗計主原道の僧侶である、野間西将が病研滝の地を、野間中村より取得しを構えた。 1935年には、野間日商により滝の横にあった常不動を改築する形で本滝寺を建立した。現在、野瀬の本滝までの参道に多くの石仏が祀られているのを見ることができるが、これは野瀬の本滝が行場であった時代の名残である。他に、東側中腹に清滝、南西側中腹に新滝と呼ばれる滝がある。清滝の側には、 日蓮州将来三名滝寺がある。また、新滝は白滝神社の境内地にある。Google ストリートビュー名検算三角点。Google ストリートビュー。2017年12月17日閲覧。 h t t p w w w p r e f h y o g o l g j p j p n a p r i l h y o g o s h i z e n r e d a t a 2 0 1 0 r d p 2 0 1 0 d a t a t a n i t s u t a n i t s u h 2 5 1 0 pdf ハット http コロンスラッシュスラッシュ www. kobe np. co. jp スラッシュニューススラッシュ hanshin スラッシュ二零一五零三スラッシュレレレラナハチニキュ二一五ドット。html ハット http コロンスラッシュスラッシュ punam org スラッシュ。ありがとうございます。